コドナチャンネルをご覧の皆様、こんばんは、いっちょです。はい、ということでですね、本日の動画なんですけど、ユニクロの動画になります。はーい、ということで、9月16日にですね、いよいよユニクロ U の、新作が発売されるんですけれども、まあ、ちょっと先行販売ということで、フランネルオーバーサイズスタンドカラーシャツ、それからフランネルオーバーサイズチェックシャツの2型がもう店頭に並んでるということで、早速ユニクロさんの店頭にチェックしに行ってみました。で、まあ、せっかくなんでということでユニクロさんでちょっといろいろとお買い物もしてきたので、まあ、今回はですね、ちょっとお買い物をしてきたものは、全部紹介はしないんですけど、まあ、フランネルオーバーサイズスタンドカラーシャツ、それからフランネルオーバーサイズチェックシャツの、2型をレビューしようかなというふうに思ってます。まあ、がっつり試着もしてね、いろいろと、吟味してまいりましたのでですね、まあ、僕がこれを購入したかどうかも含めてですね、いろいろと皆様ぜひ楽しみに、この動画見ていただきたいなというふうに思います。まあ、この動画の中ではね、本当に僕普段、スタイリストだったり、古着屋のバイヤーだったりも、やっておりますので、まあ、そういったアパレルのちょっとプロ目線でですね、実際にユニクロの U の、新作のレビューをしていけたらなというふうに思いますので、まあ、皆様がこう、使いやすいかどうかとか、まあ、僕の主観ではあくまでありますけど、まあ、そういったプロ目線の主観で、ちょっとお話しさせていただければなというふうに思いますので、購入ご検討している方なんかはぜひ、参考にもしていただければなというふうに思っております。それでは早速、今日のね、まあプレビューっていうかもうレビューですね、レビュー動画やっていきたいと思います。はい、ということでですね、じゃあまずはこちらフランネルオーバーサイズスタンドカラーチェックシャツの、レビューをしていきたいと思います。厚手のフランネルに、先染めチェックをプラス、1枚でも羽織でも使えるから便利というアイテムになりますね。で、カラーが、30ナチュラル、それから09ブラックの2色展開となっております。はい。まあ、これに関して言えばですね、僕は買いませんでした。はい。なんでかって言われると難しいんですけど、物としては、まあ全然こう、ハンガーにかかってる感じは悪くなかったんですけど、なんだろうな、素材感とかもそんなに悪くはないんだけど、なんかあんまり惹かれるものはなかったかなっていう印象ですかね。まあこのペンチェックの感じとかだったり、色味とかだったり、結構この見た目的にはナチュラルの方はヴィンテージっぽさもしっかりあるので、まあ最近やっぱり結構こう日本全体通して流れ的にはこう綺麗めっていうよりはどちらかというとちょっと古着っぽいヴィンテージ寄りのアイテムが新品でも、トレンドになっていて、まあそういったところでその古着っぽさっていうトレンドはしっかり抑えてるアイテムで、特にこの30ナチュラルの色味なんかは割とヴィンテージっぽさがしっかりあるので、まあ今の、トレンドリーなアイテムなのかなっていう風には感じましたので、すごい、魅力的には映りました。まあただ実際こう着用してみるとですね、結構やっぱりユニクロ U のシャツ毎回そうなんですけど、丈の長さが気になります。これ結構丈長です。モデルさんが着てると、やっぱりモデルさんこれ多分身長めちゃくちゃあるんで、そんなに大きく見えないかもしれないですけど、僕の170センチ65キロの体型で初め L サイズ試着したんですけど、だいぶ大きいなっていう印象でした。うん、かなり着られてる感も出るし、ここまで丈が長めの、こう、シャツだと、ちょっと雰囲気がかなりある方ではないと着られないかなというふうに思って、まあ僕なんかは結構身長もそこまで高くなくて、ガタイもいいタイプなんで、まあしかもおじさんですし、まあそういったところでね、ちょっと僕の年齢とか体格とかを加味すると、あんまり自分には似合わないなってとこで、まあちょっと髪の毛が少し長めの方だったりで細身でスタイルいい身長の高い方とかだったらこのシャツ全然かっこよく着られるんじゃないかなとは思ったんですけど、割とこう一般的な日本人体型っていうんですかね、ちょっとずんぐりとした体型の方はおそらくこのシャツはあんまり似合わないサイズ感シルエットだろうなっていうところで、僕はあんまりこれはこうやっぱり大勢の前で
意見を言うとすれば、あまりおすすめではないかなというふうに思いました。まあ、ただ本当に体格によっては似合う人がいるかなと思いますし、髪型とかもね、結構重要かなってところで、単発だとあんまりこういうのハマりにくいので、まあ普段こうハットとか被られたり被り物する方だとかちょっとロン毛の方とかだったらおそらくハマる可能性も高いかなっていうふうに思うんですけど、ちょっと単発とかだとあんまりこのシャツだとこう雰囲気よく着られないんじゃないかなというのが個人的な感想でしたね。うん。まあ素材感とかも全然いいかなというふうには思ったんですけど、やっぱりどうしてもちょっと形的に個人的にはあんまり惹かれなかったし、まあ自分でやっぱ購入するってなるとちょっと難しいかなって思ったのが現状ですかね。で、一応サイズ感なんですけど、僕はなんかこう結構 L サイズとか着てでかいなと思ったんですけど、逆に M に落とすとなんかそんなにしっくりも来なくて、どちらかというと XL にちょっとサイズを上げてオーバーサイズに着てる方が逆にバランスは取りやすかったかなっていう風には感じたんで、もし僕の体型で着るんだったらちょっとオーバーサイズに XL ぐらいのサイズ感を選んであげた方が、逆に丈がなんか中途半端に長いっていうより思いっきり長くなってくれることによって、で、なんかこう、着用のしやすさが出るのかなっていうふうに思いました。まあちょっとグランパシャツ、まあ古着のグランパシャツみたいなイメージで割と丈長で着てあげるのが個人的にはいいんじゃないかなっていうふうには思いましたね。まあけど本当にちょっと残念ながら購入はしませんでした。はい、ということで。まあけどね、やっぱ3990円だったら間違いなくお値段以上のクオリティ。まあ自分だったらなんか全然7、8000円でも気に入ったら買ってるだろうなっていうところで、まあ本当にお値段以上のアイテムではありますので、全然悪いアイテムって感じはしなかったですかね。ということで、まずはフランネルオーバーサイズスタンドカラーチェックシャツについてレビューさせていただきました。はい、じゃあ続いて2つ目ですね、フランネルオーバーサイズチェックシャツ、カラーが68ブルーとそれから08ダークグレーと、2色展開で、展開されているアイテムになります。厚手のフランネルに先染めチェックをプラス、1枚でも羽織でも使えるから便利ということになります。まあ結構こうこれもヴィンテージっぽい割とチェック柄で、少しこうフランネルシャツっていうと割とこうし、なんだろうな、クタッとしたイメージの素材だと思いますけど、フランネルにしてはかなり張りがある、ちょっとこう古着でもあんまり新品でも見たことのないような、デザインのチェックシャツかなっていうようなアイテムですね。去年もこちらの、フランネルオーバーサイズチェックシャツに関してはリリースされていてですね、こちら僕も去年買ったんですよね、こんな感じで。それもね、ちょっとこう張りがあるけどなんかしっとり感、とろみもあるような、非常にいい素材感だし、チェックの風合いも非常にかっこよくて、去年購入させていただいたんですけど、今年はじゃあどうだったかと言いますとですね、購入はしませんでした。はい、なんでかっていうと、まあね、そうだな、ちょっとね、個人的にはやっぱり去年このシャツがすごい良かったので、それと比べてしまったっていうところが大きな点かなというふうに思います。お値段はおそらく一緒だと思うんですけど、なんかこっちのチェックの方がまず風合い的にはかっこよかったかなっていうところと、あとね、素材感も去年のものより少し張りが強くなってて、去年のものってこう張りに対してさらにこうしなやかさもしっかりあるんですけど、これに関してはまあしなやかさがちょっと去年のものと比べると多少ないかなっていうところで、なんか柄もそうだし素材感もそうだし、去年の方が個人的にはいいかなっていう風に感じてしまったんで、やっぱりなんか去年のものよりもね、良くなってたらもちろん買っただろうけど、去年のものよりなんかしっくりこないなってなったらちょっと買う気が失せてしまって、今年は、こちらのチェックシャツは購入しませんでした。でもね、物としては全然悪くなかったと思います。まあ古着でも新品でも買えないような素材感のフランネルですし、カラーリングもね、こっちのですね68ブルーの方はすごいかっこいいなっていう風に思いました。まあ物としてはやっぱりさっきのスタンドカラーシャツと同じで、少し丈が長めすぎるかなっていうところはあるかもしれないです。なんで僕は自分で買うなら M サイズが一番しっくりきたかなっていう風には思いましたね。うん。で、68ブルーの方が個人的には配色はすごいいいなって思いました。かなり綺麗です。
まあただいざ1枚で着るってなるとなんかこのくらいね割と配色がなんかしっかりしてると割とこう1枚で主役になってくれるけど、なんかこの68ブルーに関してはまあ無難さがちょっと拭いきれないなってとこで、インナーでもそこまでアクセントにならないし、僕チェックシャツ買うんだったらもうちょいこうしっかりアクセントになってくれるデザインの方が好きなので、ちょっとなんか色に関してはもうちょいこうアクセントになるような配色だったらよかったかなとは思ってます。けどね、68ブルーに関しては色味はすごいかっこよかったです。で、あとね、08ダークグレーの方はなんか正直いまいちだったかな。まあ無難な感じのチェックなんですけど、無難すぎて面白みそこまで感じなかったかなっていうところで、やっぱり去年のこれもまあ一応同じような配色ではありますけど、こっちのやっぱ大ぶりなチェックの方がなんかヴィンテージ感もしっかり出るし、なんかオタク感とかも全然しないしってとこで、やっぱ去年の方が良かったよなーっていうとこで、ちょっと08ダークグレーは個人的にはあんまりいいかだったかなっていう感じはしましたので、まあ買うんだったらこちらの68ブルーの方がおすすめかなというふうに思いますし、まあ実際僕ね、去年これを見てなかったとしたらこの68ブルーの方は自分で買ってたかなっていうふうには思ってます。まあ本当にインナーでもまあ1枚でも使いやすいですし、やっぱりねこのね素材感って本当にこう他のブランドさんでも本当古着でも、ない素材感なので、オンリーワンな、一着には仕上がってるんじゃないかなというふうに思いますし、大人の方でも全然ハマりやすいような形色味になっているので、まあ3990円で買えるなら間違いなくおすすめ。さっきのねあのスタンドカラーシャツは7、8000円かなって感じでしたけど、こちらのシャツだったら全然1万前半ぐらいの価格帯で買っても全然悪くないかなっていうクオリティだったので、こちらのシャツはめちゃくちゃおすすめかなっていうふうに思いました。ほんとただ去年のこれの方が良かったよねっていうのが、正直なところかなというふうに思いました。ということで、2つ目にはフランネルオーバーサイズチェックシャツを、レビューさせていただきました。はい、ということでですね、今回の動画ではちょっと先行でね、発売されているユニクロ U の新作の、チェックシャツ2型を、レビューさせていただきました。で、今回買わなかったのにはもう一つ、まあ本当前回のチェックシャツを超えられなかったっていう理由ももちろんあるんですけど、もう一つ大きな理由がありましてですね、実は店頭で見つけてしまったんですよ。こちらこんな感じのフランネルのチェックシャツがありまして、正直こっちの方が配色しかり、まぁ、ちょっとピタッとしたまぁ、よくあるフランネルの素材感ではあるんですけど、やっぱりこのヴィンテージっぽい風合いの、チェックの柄がめちゃくちゃかっこいいなっていう風に思って、なんか僕ほんと今回のユニクロ U とこれインラインのものですけど、インラインのこちらのチェックシャツと比べた時にこっちの方が絶対自分的には着やすいなって思ったし、着ているビジョンが湧いたので、今回はこちらのフランネルチェックシャツを、購入させていただきました。またね、ちょっと次の動画で改めてこちらのチェックシャツについては、ご紹介をさせていただきたいなというふうに思ってますので、ちょっとこちらの詳細や、あとコーディネートなんかもちょっとご紹介していこうかなと思いますので、こちらの詳細や、コーディネート気になる方はまた次の動画をぜひチェックしていただければというふうに思います。何卒よろしくお願いいたします。ということでですね、その他にもまだまだちょっといろいろとお買い物はしてます。正直多分皆さんが、まあチェックしていないだろう結構いいアイテムたくさんありました。でね、今回ねメンズじゃなくて結構レディースのものから多めにピックアップして、お買い物をしたので、本当に結構ね気になるものたくさんあると思うので、これもまた後日ちょっとね、順を追ってご紹介していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ今後の動画も楽しみにお待ちいただければと思います。そんな感じで、じゃあ今回の動画はとりあえず一旦これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ユニクロ U のね、今回先行販売ですけど、本ちゃんはですね9月16日発売になります。それまでにまたあのプレビューの動画も、出したいなというふうに思っておりますので、そちらもぜひ楽しみにお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。イッチでした。